大谷翔平のホームランミラクルを呼ぶ。おおおおおおお、来た、行った、来た、よお、行った、来た、行った、おお、よかったやん。久々やな。2試合ぶりなんだけど、実質勝ち。案の定打つ。全員安打。ようやく来たわ。最後まで見ててよかったな。追いつかない程度のマジで草。打点1。こういうのでいいんだよ。ついに打ってて草。詰まったと思った。さすがっすわ。さすがだわ。あれで持っていくのか。すげえ。けどエンゼルスやっぱ弱いなとも思う。大谷に続け、逆転ののろしを上げろ。マータ絶好調の選手から打ってるよ。ピッチャービビってるやん。今まで打てなくてクローザーから打つのか。決勝の一打を打ってくれよ。血抜きで2点取れ。就活ホームラン。抑えとけば1点差やったのにな。さっき失点してなかったらな。流れ変わったな。いけるやん。おお。いけるか。始まったな。ウォード決めろ。ウォード昨日の借り返せ。ゲッツー取られそう。なんか来た。これがエンゼルスクオリティか。草焼き。クソみたいな結末。しょうもない終わり方で草。アストロズ。なんだこりゃ。ベースボール。アロタ。そうはならんやろ。ドラマチックエンゼルス。このチーム持ってるわ。ひでえ試合。これだからエンゼルスはやめられん。ゲッツー打って勝って草。この試合にふさわしい幕引き。